鉄道車両における付随車とは、電車、機動車など複数車両に動力を分散配置する方式である。動力分散方式において、動力を持たない車両のことである。英語のトレーラーの頭文字を取って、t と略記される。東部5万50系の左派5万7千50系。付随車講義では動力を持たない車両全般を指し、競技では動力と運転台の双方を持たない車両を指す。 抗議の不随者のうち運転台を持つ車両は、制御者、または制御不随者と称し、競技の不随者と区別することが多い。競技の不随者は、日本の鉄道において記号、差で表されることが多い。由来については、今後の、ソーラウや、英語のサボードネット、動力者の間に挿入されることから、差し挟むの、差など、諸説がある。また、機動車用の不随者の記号は、 1911年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では電車を表すでの中に含まれたが1914年4月に主電動機を装備しない車両を表すとでが制定された。同年8月には制御車と共通で記号区が制定されたが1917年に運転台を持たない付随車差が分離された。付随車は 制御回路を引き通して、編成の中間に蘇生されるものが一般的だが、制御回路の引き通しを持たず、動力者の後部に連結、牽引される後付付随者と呼ばれるものも存在する。こちらは、終端駅で機関車牽引列車のように動力者を前後に付け直す必要があり、かつては各地の軽便鉄道などでよく見られた運行形態であるが、 上田交通別所線の運転が新車導入でなくなった現在では、長子電気鉄道が保有するワム8万経過車を改造した遊覧客車 U101 が唯一の存在であったが、老朽化のため2012年3月31日付で廃車となり、後付け付随車はなくなった。電車の付随車の場合、通常終電装置は不要であるが、中には付随車でありながら、 パンタグラフや変圧器などの伝送品を装備し、電動車と不可分のユニットを組むものがある。これは機器を分散させて、車両の重量を平準化するために行われる。日本国有鉄道では7 8 1系で初めて採用され、電動車と一体不可分であることから、A や P というサフィックスをつけて表され、偶数形式を付されることが多い。 国鉄分割民営化後も、搭載機器の多い交流直流両用電車や、交流用電車で採用される例が多く、JR 西日本683系電車の、サハ682系や JR 九州883系電車の、サハ883系などが存在している。また、第二次世界大戦直後には、南海佐波3801系3801の、 ように電革間で蒸気機関車牽引列車の客車代用として用いられる際に室内灯に給電するためにパンタグラフを搭載した例もあった。機動車の場合、かつては電車と比較して動力車1両あたりの出力が小さかったことから、付随車を組み込むと編成全体でさらにパワーダウンとなってしまうため付随車自体の絶対数は少なく、申請者となると特に少なかった。 国鉄時代に製造された客車を機動車に改造した車両は比較的よく見られており、キサハ45系、キサハ34系、キサロ59系、キサハ144型といった形式が登場している。高和化鉄道や北海道旅客鉄道においては、客車を客車の種別のまま機動車列車に組み込んだ例が見られた。その一方で、新製車両としては、 戦前の電気式機動車列車に組み込まれた、キサハ万三千五百系、九百六十年代の、キサシ80系、大出力機関搭載機動車列車に組み込まれた、キサロ90系、キサシ180型のみで、それ以降は長らく途絶えていた。その後、九百九十年十二月に、JR 北海道が、ジョイフルトレインである、クリスタルエクスプレストマムサホロに、 キサロハ182型を増備したが、これが機動車として、キサ市180系以来、約20年ぶりの新生付随車となった。JR 北海道は続いて1991年12月に、スーパートカチに、キサロハ182型を、1992年12月には、ジョイフルトレイン、ノースレインボーエクスプレスにもキサハ182型を、それぞれ増備し組み込んだ。なお、 これらはすべて2階建て車両であり、特にキサロハ182-5101は、起動車として日本初の2階建て車両でもあった。ただ、スーパーと勝ち、大空で使用された、キサロハ182系550番台は2001年6月末をもって運用から外され、その後は長らく保留車とされたが、結局は2013年12月20日付で4。 両前車が廃車されている。以降、長らく旅客用の申請車両はなかったが、2015年に JR 九州が湯布院の森で使用している、キハ72系に増備した一両がキサハ72系であり、キサハ182-5201以来23年ぶりの旅客用申請付随車が登場した。2016年には JR 西日本が団体専用列車、 ドワイライトエクスプレス随風で使用する87系、寝台機動車を申請し、うち2号車、3号車、4号車、7号車、8号車、9号車が、付随車となっている。また、JR 東日本も同じく2016年に、団体専用列車、トレーンスイート式島で使用する E001 型を申請したが、こちらは、動力方式として、 河川終電により駆動する電車の機能とディーゼル、発電機により発電した電力で駆動するディーゼルエレクトリック方式機動車の機能を合わせ持つ新システム EDC 方式を採用しており、電車と機動車の両方の性能を合わせ持っている車両である。このほか、営業用だが波動輸送のみ使用されている車両として JR 東日本のキサハ144型。 JR 四国の菊波32型がある。また、事業用としては JR 東海の木沙や94型といった特殊用途車がある。なお、付随車の符では既存の環球車の記号と重複することになる。私鉄では、付随車で運転台があっても差をつけていた1940年以前の武蔵野鉄道の事例、この時点の同社には、 本校で述べている運転台のない付随車は存在していない。いや、付随車にもかかわらず、会社として差の設定がないため制御車の区をつけていた、京成電鉄の事例がある。車載に適した小型軽量かつ高出力を発揮するエンジンがなかったため、ありがとうございます。